に続いてのつくばスーパーバトル特集第2弾、谷口信輝、佐々木正弘、蒲生直哉、第一線で活躍するプロドライバーのドライビングをあの人とあの人がプロらしく解説。題してプロのつくばタイムアタック大研究。つくばスーパーバトルね、プロドライバーのドライビングを俺らが検証すると、はい、してやろうとね、ね、うん、まあ、俺たちもこういうポジションになりましたが、いやいや、スーパーバトルといえば、うん、まあ俺ら大人気でね、過去いろんなねショップから依頼を受け、もう忙しくってしょうがないけど、ここ最近めっきり減っちゃってちょっと減っちゃったね、うん、まあまあ減った理由をこの、うん、今回谷口、佐々木正弘、ガモ、その走りを見ながら検証しながら、はい、決して盗むわけじゃないよ。違う、俺らは勉強する、ね、勉強し直すんじゃない。じゃない、違う、うん、その走りをね、うん、こう悪いところ、まあ、いいところを踏まえながら、うん、まあ教えてやろうと。あ、教えてあげる。そう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 、まあね、うん、これからね、うん、こいつらもどん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 これからまたどんどん、そう、まだまだね、やっぱりこうね、走らなくちゃいけないし、うん、まあいいところもあるけど、ね、悪いところも、まあまあ、もう本当にそれをストレートに、そう、教えてあげようと、正直に言いましょう、うん、はい、はい、藤田エンジニアリングの FD3S は HKS GT3 4R タービンなどで520馬力を誇る。前後に 31530R18 の A052 を履き57秒台を狙う。まず最初は谷口が乗る藤田エンジニアリングの FD、うん、FD ね、はいはい、でタイヤは何だったっけ、052 052横浜、うん、052ね、横浜ね、はい、でここから出ていった。でまあまあやっぱり最初はね、アウトラップはまあちょっとあんまり攻めちゃうと、うん、ねタイヤがやっぱりこう一周、まあね、うん、綺麗に使えるかどうか分かんないんで、うん、結構これ天気も良くって、うん、結構もうローンも、ね、そうだね、うん、ちょっと上がってきたから、うん、あんまりこうアウトラップで行っちゃうと、うで次のアタックの時にもう垂れちゃうっていう感じ。基本的にまあそのね、もう一周で決めようとする、うん、もう2周目はないっていうね、うん、そういうプランでみんな行ってるから、ね、でもなんかもう見た感じ落ち着いてるねこれ。いやでも実際谷口はそのこれまあまあアウトラップなんだけど、こう実際アタックしてる時も基本的にそんなにこう動かさないっていうか、アウトラップとアタックしてる時の差、そう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 、それもちょっとこれをこう早回しした感じが思うのは谷口のやっぱりこうアタックラップ、バックストレート、この辺りからまあまあちょっとねスピードを乗せて最終コーナーのそうで、ここは4速、うん、で立ち上がり、うん、重視だね、しっかり、うん、クリップを結構奥に取って踏んでいくと、ここからアタックです、うん、でブレーキング、うん、で3速、3速なんだ ね、 3速だね。でちょっと外からもう立ち上がり重視でいくと、ね、あんまりこうインにこうささっとこう寄らないっていうのが谷口、うん、でも落ち着いてるね、落ち着いてるよねなんか言ってる感なくないですか、まあまあ攻め感が ねでも確実カウンターは絶対当てないぞみたいな、ね、お、当てた当てた今当てたよ、当てた、ね、うん、谷口にしては失敗だったんだろうね、あれね、そうだね、どう言われもしない、まあでもそれにしてはスムーズだよ ね、うん、もう本当にちゃんとタイヤのグリップを確かめながら入っていく、うんうん、ステアグリスタリングで感じながらコーナーに入っていく感じ、ね、そうだね、うん、で最終コーナー、で4速落として、うん、ちょっとインね、アタックラップと違うね、ちょっとイン側を通り、そうそう、インでまあコースもアウト側ちょっと使いながら、はい、終わりみたいなね。これでじゃあ実際どこでこうどういう風にアタックしたんだってすごく分かりづらい、ね、でこれで57秒、7秒、7秒台っすよ、うんうん、どうですかラジアルで、もう結構ね藤田さんのところって結構ね普通こういうナビとかついてたりね、うんうん、なんだけどこれで57秒台に入っちゃう。そうだね、まあそのちょっと車なのかどうか分かんないけど、うん、本来チューニングカーっていうのはやっぱりそのパワーが勝ってるんで、うん、タイヤのグリップに対してだったら動きやすいよね、うん、だいたいそのそういうパターンが多い中、うん、そうだね、もう
谷口はその自分のスタイル、それはもう多分 GT でも86ワンメイクでもいつものようにこうゆっくりこう走る、そのスタイルはもう絶対こう崩してないよね。大体あのね、俺も結構勉強のために谷口くんの車載とか YouTube 見るんだけど、いやいや勉強すんの、あのね、何乗っても落ち着いてる、もうスタイル一緒だよね、まあ、スタイルだよね、うん、ちゃんとタイヤのグリップを感じながらステアリングを切っていくっていうのはやっぱり谷口スタイルで、うんうん、まあね、うん、でちゃんと結果を出す、うん、まあでも、まあ、本当に面白みがないんだけどね、ちょっと ね、うん、攻め感がやっぱりこう足らないっていうか、う、ね、まあ、ただやっぱりこうタイムを出すっていうのがね、まあ、一番やっぱり重要なんで、先輩みたいにね、うん、右に左に行ける感満載なあれとはちょっと違う、ね、あれはね俺のドライビングスタイルだから、はい、あれ無駄じゃねえこれ、いやいやいや、ということで、うん、まあお手本のような、うん、まあ、まあ、感じなんだね、感じでしたね、うん、ただそのまあまあ安的にはどうなの、自分のそのドライビングと谷口のドライビングっていうのをやっぱりこうアタックの週の第一コーナーが一瞬これアンダーじゃねっていうラインから入ってくるんだよね、あれかな、ちょうどこの辺り、うん、入ってくるでしょ、ほら、うん、これ一瞬ほらそうね、思ったよりもイン側から入っていけないよ ね、うん、普通この辺から結構もうインにこの辺からクリップに向けて結構入っていきがちだけど、あえて入らないでね、待ってここでしっかり切ってアクセルを開けながら、うん、やっぱりこう立ち上がっていくっていう、ね、うんうん、いかに縦をうまく、そうだね、手前から使うっていう、うん、ただそのいろんなドライビングスタイルっていうのがあって、うん、やっぱりその、まあ、俺から見る谷口のドライビングもちろん丁寧で、うん、そのってあるんだけど、そのドライバーって例えばコーナーでブレーキングをギリギリ奥まで行く、で我慢して突っ込む、うん、でできるだけこうラインを外さないで、うん、早く開けたい、うん、早く開けていく、うん、でまあどれだけ踏んでいけるかで流れるか流れないぐらいのところをこう探りながら立ち上がっていく、うん、っていう走りとは全く違って、谷口の走りっていうのはもちろんブレーキングが遅いわけじゃなくって、基本的にやっぱりこうその車速をすごくコントロール、そう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 、そう、うん、無理して速いスピードで行こうとしない、うん、で自分の思い描いたそのラインに、乗せて、で、まあ、少しでも速くアクセルをこうアクセルに乗っけて、で基本的にこう加速しながらこうスムーズに立ち上がっていく、でその走りをじゃあみんなねそういう風にじゃあ走ればいいじゃん、ちょっとこうブレーキ早めにしてでアクセル早めに、そうじゃなくってそれは谷口流のやっぱりこうその、うん、そのスピード感とやっぱりこうそのブレーキングのポイントとかアクセルの開けるポイントっていうのがあって、まあ、それをやっぱりこううまく、コントロールしながら、まあ、言ってるのが、まあ、谷口かなと。だから決して、ブレーキングであちゃ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 失敗することもないし、で例えばそのパッと開けた時にありゃーとかってなりがちじゃない、そういうこともないで、思ったよりもその、まあ、他の、まあ、86レースなんか見ててもそうなんだけど、縁石、縁石をねそんなにこうめちゃくちゃ使わない、うん、普通こういう車だとイン側をこうどれだけカットして、で外側も目いっぱい使いながら行くんだけど、思ったよりもそんなにこう、まあ、ここなんかもそうなんだけど、そこまでアウトまで行かない、うん、先輩みたいに車の反対側が縁石のところにあんまないね、多分全部そうなんだろうね、GT にしてもそうだし86にしてもそうだし、まあ、これがもう基本的な、まあ、谷口スタイルっていうかね、うん、さあこれバックストレート、2部屋立ち上がり、バックストレートの4速、バックストレートも上手だね、誰でもいけるわそして最終コーナー5速4に落としました、インについてちょっと外に行き、うん、でもすぐまたイン側、比較的インだね、うん、そうだね、うん、アウトまで行ってないね、そうだから思ったよりもイン側の、うんうん、クリップをちょっと長めに、うんうん、で長めに取ることで結構奥まで、うん、クリップを結構奥まで取って、うん、でまあそこから加速しながらやっぱりこう行くっていう、うんうん、まあ、谷口スタイルだからそれも含めて、要はタイヤのいい時ってあのライン結構インメでも回れ、グリップ高いから回れちゃうし、距離も当然近いし、うん、で踏めるから、そうね、うん、
そういうのを多分ね変えてるね。そうね、普通のパターンだったらもうこの辺早めにちょっと離れて、 でその分いいの離れても、あそこ最終コーナーの縁石は広いから、まあアウト側の縁石をまあ使えばその方が絶対的にスピード乗るだろうっていうプランでいくよね。で谷口の場合はまあちょうど回って、そうだね、小さく回ってるけど多分コーナリングスピード速いんだよね。速いんだよね。っていうことで谷口選手のアタックラップでした。でもあごめんね、もう一回ちょっと戻してもらっていい、このどこどこ、こここのね、こっから突っ込んでいってインに入って、うん、でそこからアウトにちょっと膨らむんだけど、うん、そこで結構車がギャーッとこう、うん、言いがちなんだけど、まあ、そこもあんまりこう無理しないよね、うんうん、俺はもっと突っ込んでそのまま多少、ね、感性でこうズルズルズルっとこう外に行って、でまた元に戻していくって、常にタイヤがやっぱりこう転がってる状態だよね。まあ、ちょっと細かいことだけど微妙にやっぱりステアリングをこう切って戻したりしてるから、ここの辺なんかもね、ほらこの辺もちゃんと要はキットでやっぱちょっと編んだ出やすいから、微妙にフロントもちょっと逃がしつつ切ってっていうのをやってる。そうだね、まあ、もちろんそのサスペンションもあるんだけど、やっぱりタイヤがよく谷口が言うんだけど、タイヤをやっぱりこう潰しながら走る、 ね、その潰す感じをとにかくやっぱりこうタイヤが潰れていくっていうのをうまく自分でこうグリップ感、G を感じながらそれでコントロールしてるんじゃないか。だからなんか谷口君の場合は、まあ、もちろんそのお尻で感じる G と結構ステアリングでタイヤの状態を結構感じてるのが、これを見ると大きいんじゃないかなって思う、3.9 リッター化が施されているカーショップササキウィズ D2 ジャパンの Z34 は 285-35R19 の RE05D で1分切りを測る。佐々木正弘、マサマサ、最近もイケイケだね、レース界のすごいね、超ナンパ男、チャラ男、ね、チャラ男だけどね、でもねやることはやるんだよね、やるとこやるビシッとね。まあ、谷口くんと同じぐらい負けず嫌いだから、そうだね、まあ、一番嫌な男なんで、まあ、まあ箱で鍛え上げられたっていうか、うん、もう経験長いからね、マサもね、そうだね、そうで今回は Z05D、サイズはサイズはね 285-35-19 そんなのあったんだね。 Z さんやって標準が19インチだから、ほらフロントを温めてるよ、その辺は谷口とちょっと違うね、この辺違うね。で、まああのタイヤのメーカーも違うんで、やっぱりこう、ね、そのリアとやっぱりこうフロントの、まあまあそのまあちょっとでもバランスを取るために、まあ、フロントが温まらないんだろうね、やっぱりこうあの若干、まあやっぱり FR なんでね、 FR の方が温めやすいけど、フロントがどうしてもね、そうだね、で、そこで、だそれでこのアウトラップでいかにバランスを次の一周に持っていくかっていうところがあれだけどね、まだこの辺も結構あれだね、ね、ライン取りがどれだけ違うか、 05D の特性としてやっぱり一発、一発だね、まあ一周目にもう基本的に出さないと、まあその時のアタックラップに入る周の時のバランス、結構最後まで温めてたね、でリアはもう温存したよね、はいはい、さあここから入っていきます。佐々木正弘 Z34 早いね、シフトが比較的インに早く寄って、2速だね、まあ、まあ、綺麗にいったね、セ、セオリー通りのラインというか、速いね足ね足速い、あんまみたいな、ね、お一瞬今リア流れたけど、ちょっとね、あそこで向きを変えたかったんだろうね、でダンロップ、ダンロップどう、やっぱりちょっとあそこでも車をまっすぐしたいんだろうね、だから変にそのままアンダーを出していくよりもここもインに早めに寄るよね、小さく回って、でそこでインをずっとキープした状態で立ち上がっていく、バックストレートうまいね、うん、仕方ね、いやいや同じだよ、で最初コーナー、おインベタだ、ほぼインベタだね、うん、だからやっぱりこうそのラインが早いんだろうね、普通はだいたいそのちょっと
ね、外に行って時代遅れんじゃん。いやいや、うちらっていうのはお前だよ。うちらの前に時代遅れ、お前が時代遅れなんだけど、最初から俺は最先端行ってるから。いやいやいや、でなんかこれ、まあ、2周目行こうとしてない、これダメだよ、もう2周目ダメだから。エロゴ D はやっぱりもう2周目はちょっと厳しい。まあまあ筑波短いからもう1周行けるかなと思って多分行ってるんだろうけどね、うん、思った以上にやっぱりこれも失敗だよね、完全にね。あ、なるほど。これじゃタイム出ないな。いや、もうこの辺でもう諦めた。そうだね、もう足が諦めてね、これ足が足、いやいや、マサ足じゃなくなって、マサ足ってどんな足だよ、その。あ、諦めたね、諦めた。あ、でもあの1周でなんと59秒、ちゃんと入れてきたね。まあね、 Z34、うんうん、アジアルで59秒。そうだね、はい、Z のイメージがあんまりこう筑波の中で、うん、そのまあ、走ってる人も比較的少ないっていうかね、うん、何秒をターゲットにしなくちゃいけないのかっていうのはすごくね、うん、分かんないんだけど、ね、 そうだね、まあ、それをねやっぱりこう1分を切ることでね、うん、うわ Z59 秒台出るんだっていうね、うんうん、確かに、うん、トルクがすごいからね。そうだね、 Z の場合はね、うん、じゃあちょっと佐々木マサのも一周ちょっと追ってみますか、ゆっくり一周ね。ね、ヤス的にはどうなの？まあまあまあなんとなくこう見て、うん、雰囲気的に。いや、なんか似てるかな、ライン取り最終コーナー以外。そうだね。なんか筑波のそのセオリー通りの走りっていうか、うんうん、でやっぱまあ比較したらあれだけど、谷口君より行ってる感がある ね、 そうね。やっぱりその。うん、マサの方が、うん、要はそのブレーキングを言ってる感あるよね。で言ってるから、うん、でもうラインが入るし、もう目いっぱいアウトから行くよね。まあ、直線的にやっぱりこう、そうそうそう、いかに直線を長く取るかで、うん、この辺も結構俺なんかも結構そうするよね、うんうん、それはね、これは直線的にもう立ち上がって、うまくね、うんうん、決してリアのトラクションを抜かないように、うんうんうん、3速なんだね。うん、そうだね。このシフトアップ早いの、まさのスロー、これスローモーションなのに早いね。早い。で、第1コーナー、こっから、ブレーキしっかり行きの、3、2。で、結構もうクリップ見えてるから、うん、結構早めにインにこう、ついて。そうね。うん、要は、突っ込むだけ突っ込んで、うんうん、で、ちょっとその、イン側から、ちょっと外に行って、うん、すぐ戻ってくるみたいな。うんうん、まあまあプラン通りなんだろうね、マサ、ね、的には、うん、肩が入ってるもんね、こう行こうとする、このもう、なるほどね。で、まあここ、まあ、3のまま引っ張りきれないんだろうね、うんうんうん、もったいない気がするけど、ここもインにもうパーンと飛び込ん で、うん、でイン側の遠赤ちょっと乗せ、うん、やっぱりちょっと乗せた時にちょっとリアが流れたっていう感じでね、うん、でもそれは向きが変わってるからよしにしようっていう、うん、そういう感じだろうね、うん、でやっぱ1周目のグリップっていうのがしっかりあるからね、うん、で2から3速でダンロップ、ダンロップに入っていく、ちょっとブレーキ踏んでちょんブレーで、思ったより長いねブレーキが ね、 うん、うんうん、やっぱり立ち上がりが大事なんだろうね。スパーンと今全開にしたね、うんうん、でここはこの車も基本もう組みっぱ、基本的にこう車を前に向けたいんだろうね、うんうん、で80R は3から4の全開で、もうインに向かってズバーッと行ってるよね。ズバーッとこう。でも、で、離れることなくイン側をずーっと舐めながら、小さく回ってる。うん。で、向き、で、出口に向いた瞬間にガバッと開けるっていう。うんうんうん、で、その瞬間はやっぱりトルクがあるんで、若干流れるんだけど、まあ、ちょっと流れても、やっぱり1周目のグリップある時っていうのは前にも進んでるから、うん、そうだね、その辺がね、バックストレートうまいね。バックストレート。バカかお前は。最終コーナーは。最終コーナー。結構この突っ込み。これも突っ込むんだろうね。うん、でもイン側にズバーッと入って、ほぼ切り込む時にブレーキになる。でここもうずっと。ずーっとイン側にインベタをずーっと。ちょっと。ハーフ気味でやっぱりこうそのイン側で、うんうん、ハーフ気味で、おー、なるほどっていう一周でした、うん、まあ、比較的その立ち上がりの打角っていうのもすごくやっぱりこう少ないし、
でとにかくどちらかっていうと突っ込んで、うん、で向きを変えて、うん、その立ち上がっていく、うん、で最終コーナーに関して言えばもうインベタをイン側をずっとキープしながら、うん、もう最短ライン、そうだね、まあ、とにかくそのコーナーリングスピードよりもやっぱり距離を短くしながら、うん、やっぱり綺麗に立ち上がっていく。で小さいところはしっかりある程度ボトムスピードを落として、もうインから絶対離れないぞみたいな小さく回って、うんうんうん、でその分立ち上がりを早く踏むっていうような、そうだね、うん、まあ本当につくばのアタックだとセオリー通りっていうか、そうだね、ただやっぱりそのラインっていうのはやっぱり例えばその今インベタ1コーナーとかね、うん、その1ヘア2ヘアそのインベタだったじゃない、うんうん、でも俺らもそうなんだけどやっぱり基本的に2足使ってるよね、うん、で2足使った時っていうのは、まあ、基本的にやっぱり小さく、うん、まあそうだね、うん、エンジン回転がやっぱりこう高いんでコーナーリング中の、うんうん、でやっぱりこうできるだけ小さく回ってで立ち上がっていく、でそれを3足でちょっとかったるいなっていう時は、うん、さっきの谷口みたいにやっぱりこうちょっと大回り気味にこう行かないと立ち上がりでやっぱりこう絶対失速しちゃうんで、その分やっぱりこう、ね、そういうギアによってのラインの違いっていうのをね、スピードを殺しすぎないように、そう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 、はいはい、コーナー行きました、ずっと今ブレーキングがちょっと来たね、行ってるね、行ってるんだけどほらちゃんとね、ステアリングを切るときはもうブレーキ抜いてきてる、そうだね、うん、思った以上にこう残さないんだね、うんうんうん、ブレーキいってるんだけどずっと引きずった状態じゃなくって、そうそうそう、で早めにリリースして、その分、うん、その分若干外に行くんだけど、それはもうプランの中なんだもんね、うん、多分タイヤを、うん、なんていうその倒さないっていうかな、こう当然ブレーキで100いってるところを、タイヤが倒れちゃダメでしょ、時々倒れるんだよ倒れるのパカンとなんかちゃんとブレーキで100いってるところを今度コーナー来た時にやっぱりマサってしっかり切るんで、うん、その切る分のちゃんと横の部分をブレーキを抜いてちゃんと作ってあげてる、そうだね、マサ切るね、うん、マサ切るよね、うん、しっかり、うん、それがちゃんと切れてるから、うん、適正な切り方っていうか、これもすごい勉強になりますよ、やっぱ一般の人って切れない人多いから、うんうんうん、そうだからマサはその分しっかり見てしっかり切る、ただ切る時のちゃんとタイヤの状態を自分で分かってるんね、うん、今言ってる一般の人が切ってくださいって言ってる中にそこまでのプロセスがあるわけで、 それを間違えてただむやみに切ればそのままアンダー出るかオーバー出るかなんで、そこにはやっぱりこうそこに行き着くまでのやっぱりこう車の姿勢の作り方っていうかタイヤの動かし方っていうのがあるっていうのが、そうだね、まあそれがやっぱりまあプロのやっぱりこうまあタイヤの使い方なんじゃないかな、タイヤとのこう対話 ね、 そうだね、対話できてるちゃんと、いやいやできてるよ、はい、本当に、じゃ基本的にマサのドライビングっていうのはまあ86レースとかやっててもそうなんだけどまずブレーキングでやっぱりこう組み立てていく、まあ、組み立てていくっていうのはもうどれだけ突っ込んでいけるか、でその後をやっぱりマサ流にまあ丁寧にこう突っ込むだけ突っ込んで、まず突っ込んでみる、そう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 、でそこでやっぱりこう丁寧に綺麗にタイヤを転がしながら行くっていうのがマサ的な走り方っていうか、谷口はどちらかっていうと、まあ、全体的にやっぱりこうその、うん、でマサはどちらか突っ込み重視で、あとはその綺麗にうまくコントロールしながら、決してアンダーを出しすぎずオーバーも出しすぎず、まあ、その辺を自分なりにやっぱりこうコントロールしながら行くっていうのがまあマサの走りかな。先輩はどうなの？86乗った時、はい、先輩は86乗った時は何？突っ込むだけ突っ込んで、うん、行き当たりばったり、行き当たりばったりじゃないよ、俺の走りっていうのはやっぱりこうもう計算された走りで、はい、じゃあ次行きましょうかターボとスーパーチャージャーのツイン下級で580馬力を誇るエスプリの BRZ、 フロント20キロ、リア23キロのハイバネレートで265-35R18 の RE05D を履く。で、これはガモ。ガモ。うん。エスプリの車だよね、これね。これエスプリの86だよね。これ先輩も。そう。乗ってたよね。まあ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 まだパワーがめちゃくちゃある時じゃない。今はもうツインチャージャーでも下から上まで。ツインチャージャー。そう。上まで、うん。もうアクセル踏んだ瞬間にもう本当にパワーが一気にバーンと出るような。だから結
構暴れちゃうような気がするな、うん、今、まあ、なかなか綺麗には走れないと思う、うん、まあ、アウトラップだよね、うんうん、アウトラップで今おーおー結構ガモの場合アウトラップ早いね。ちょっとなんか足硬い感じしない、なんか全体的にこう、うん、ロール感っていうかそういうのちょっと少なくて、うん、結構アウトラップなんだけどもうかなり攻めてないな。出るよねこれ、うんうん、アウトラップじゃない、もう終わっちゃうんじゃないのタイヤそれがもう。でも多分まあ車の特性もあって早くグリップをこうね持っていきたいっていうのもあって、まあまあ一緒だよね、思ったより旋回しないんだね、うん、まあ、ここまで見る限りはぐーっとやっぱり曲がってる時間がなんか長い、うん、そうね、旋回性がちょっとなくって、うん、でパワーでオーバー出てる感じですよね、うん、さあここからくぐりますよ。さあハイパワー、おお、もう完璧だったね今、綺麗にやっぱりこう、ね、うん、でブレーキング、うん、うん、セオリー通りのラインだね、思い通りのラインだね、でパワーかけたいけど、おうまくいった ね今普通だったらもっとこうなるんだけど綺麗にトラクションかけたね、うんうん、ちょっと外側にこういっちゃったかなっていうね、うんうん、ダンロップ、ここ大丈夫、おでも、うん、そうだね、このここがねすっごい難しいと思う、え、この車ぐらいだと全開ではいけないだろうね、うん、気持ちだけ全開、足は戻ってるみたい、戻ってる綺麗にいったね、うん、バックストレート、あ、うまいね、バックストレートね、ターボ200でいいよ、ね、もういいよ、めんどくさいよお前最終お、ちょっと外に行って立ち上がり重視、ね、谷口的なみたいな、まあ、見慣れたちょっと風景だった今、そうだね、うんうん、まあでもこの暴れん坊の車を、ね、まあまあ綺麗にガモなりに、ああ見かけ的にはやっぱりかなりこうなんか滑らしてる風な感じはあるけど、まあ、実際はすごくそのうまくそのジャジャ馬をねじ伏せながら丁寧に走ったな、ね、うんうん、まあ、感じで、まあ、すごくいいアタックだったんじゃないかな、まあ、なかなかねやっぱりこうチューニングカーって普段僕らはやっぱりこうしょっちゅうテストしてこうしてくださいっていうんじゃなくって、いきなりこうお店が持ってきて何のリクエストもすることなくアタックしなくちゃいけないんで、まあ、それはなかなかね、本当はもうちょっと足を柔らかくしてとか、まあまあロールしてとかアライメントもうちょっとキャンバーつけてとかっていきたいけど、そうじゃない状態でまあみんなアタックしてるんで、まあ、その辺はねそのドライビングの差っていうのが出てもまあしょうがないかな、まあ、ここじゃあアタック入る、ダックラップガーモーも外から、そうだね、やっぱりこれぐらい外から行かないとこのエスプリのパワーにはやっぱりと、でクリップインし、うん、でこうアクセル、アクセルコントロール、でもこの辺からまだ、でここからもう全開、はい、まあ綺麗にいったね、うん、ちゃんとトラクションかけて、うん、いってます。さあ第1コーナーのブレーキ、うん、持ち帰るとかも、うん、ね、持ち帰るんだね、だから思ったよりもこう車だがやっぱりこう必要だったんだろうね、はいはい、立ち上がりはうまいことトラック、立ち上がりはものすごく直線的なライン取ったよね、イン側を必要以上に通って、ね、もうリアは絶対流れないようにもう直線的にやっぱりこう加速しながら行くっていう、本当に車の特性を熟知した、なんか持ち替えたね今なガモ持ち替えてるね。うん、これね、でまあ一部屋、まあちょっと入り口がだったけど、うんうんうん、結構立ち上がってまで、立ち上がってもやっぱりギアがやっぱりこう、ね、出てるね、うん、暴れるんだろうね。でダンロップした、ここでもあれだね、もう多分流れるの分かってるから、うん、そうね、カウンターも早いよね。うん、ここ怖そうで、ここでも踏んでるよちゃんと、ほら本当だね、ベタ踏み、うん、80R、まあ、結構ベタ踏みしてますよ、思った以上に踏んでるね、うん、ブレーキング持ち替えてーの、のここはうまくあれだね、インについて立
上がり。おお、それでも結構後ろは暴れてるんだね。多分持ち替えてる理由は、いきなりリアが来た時にやっぱりこう対処する、そう対処するためにやっぱりこうその構えでもある。そう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 。はあ、なるほど。最終コーナー。さあ、そして最終コーナーの飛び込み。うん。結構飛び込んでるね。うん、車速も結構速いんだよね、これバックストレートね。230。え、そんなに出てんじゃない？ちょっと外に、うん、まあまあ、うん、プラン通りだね。この辺すごいね、もう行ってだが、うんうん、で思った以上にもう向きを、うん、変えてるよね。ここもピットの入り口のあたりイン側寄ってるもん ね。でアウト側は86だったら普通その最終のアウト側ね、うん、いっぱい使うんだろうけど、うん、まあ、それも使わないで基本的にやっぱりこう あそこああいう風なラインは取れないんだろうね、うん、外にこう、まあ、で戻るっていうラインを、もう直線的にリアは常に流れてるん でそれをフロントも一緒に流しながらもう直線的に立ち上がるのがやっぱり一番早いっていう、はいはい、まあでもこのまあね、この車乗ってるから結構じゃじゃ馬系な感じだけど、うん、普段っていうかまあ86レースとか、うん、乗ってる時はかもやっぱり丁寧なんだよね。そうだね、基本的にまあ86レースで乗ってる中で、うんうん、そんな乱暴な運転っていうのはまあ、あの人しかいないよね。あの人しかいないね。誰だよ。俺だよ。随分丁寧になった今日三田さんに、まあ、みんな86のワンメイク乗ってるけど、うん、やっぱり車の特性上、うん、まあ、こういうような動きになっちゃうっていうかあれだけど、うん、基本なんていうのかな、みんな丁寧だよね。丁寧っていうか、うん、例えばそのガモなんかは、うん、まあ、比較的その、まあ、今までのレース歴の中で、うん、まあ、GT とか、まあ、基本的にこう安定した車フォーミュラーとかも常にそういうこうニュートラルっぽくで、うん、パワーで必要以上にこう暴れることのない車で育ってきたやつらが、まあ、こういうチューニングカーを乗った時にかなりこう手ごわいし手こずったと思うんだけど、まあ、何回か乗る中でやっぱりこうその、タイムとやっぱり走らせ方っていうプランを、まあ、自分なりにやっぱりこううまくコントロールしてるんじゃないかなって、うん、あれしてるよ。まあ谷口なんかはね、今までずっと GTR とかいろんな車を乗りながら、でまあその中でやっぱりこうその谷口的なやっぱりこうチューニングカーもこういう風に走るっていうそのプランができたと思うし、でマサなんかもまあまあワンメイクレースでやっぱりこう鍛えられてるし、であいつ結構雪道を結構走るらしいの。あの地元が岩手なんで山に行ってデータロガー積んで、それでこうなんかこうそのデータロガーでその走らせ方をやっぱりこうスタッドレスでやるっていうぐらい、基本的にやっぱりそのうん、暴れんのを無理やりじゃなくってやっぱりこう滑らせるところは滑らせる、で滑らしちゃいけないところはやっぱりタイヤはこういう風に使わなくちゃいけないっていうのをものすごくやっぱりこう考えながらやっぱりこうその走ってるのがマサで、でまあガモの場合はやっぱりこうそのあまりこう乗り慣れないチューニングカーをガモの中でうまくやっぱりこうハンドルを持ち替えながらでも、普段はそんなことはしないんだろうけどやっぱりこう常に構えながら、あのパワーいきなり来たらバーンと来るんで、それにこう構えながらでもそのこの中でいかにこれ以上行っちゃダメ行っちゃダメって自分に言い聞かせながら、でもう出口を向かせて、でそこから一気に外に向かってこうもうカウンター当てることなく綺麗にこう立ち上がっていくっていうそのプランの中で、まあ、タイムを稼いでるみたいな、うんうん、というわけで今日3人、うん、車載ビデオ見てましたけど、うん、総括としてどうですか。みんなやっぱりスタイル、まあ、もちろん車も違うしタイヤも違うんだけど、うんうんうん、スタイルもね結構やっぱり違うし、そうだね、まあ、何が正解っていうのは、いやいや、まあ、ドライビングスタイルっていうのは例えばそのみんな、誰の運転を、例えばの読者のみんななんかは、うん、誰の運転を目指すのがいいのか、非常にやっぱりこう難しい。そうで俺ねこの中で、うん、こいつの運転がやっぱりこう真似しづらいが谷口だね。多分一般的な人が谷口の運転っていうのは基本的に真似できないと思う、うん、これだけね、うん、もう見て分かるようにスムースで、そう街乗り、
ね、うん、街中運転してるみたいな感じで。そうね、だから一番参考にしてほしいのは俺はマサの運転の仕方なんじゃないか、うん、でなぜマサかっていうとマサは意外とそのデータロガーをものすごく使うの、うん、ロガーを使いながらやっぱりこうそのブレーキングでコーナリングの中で立ち上がり、そういうのを研究しながら走ってるんで、まあ、その中でさっき言ったあのマサは切るで、切るっていうのはやっぱりそのマサなりのやっぱりこうデータロガ上のプランがあって、そこでやっぱりこう切って、それをやっぱりこうその数字にやっぱりこう車の特性とタイヤと合わせ込んでるね。そうそうね、だからマサのねドライビングが一番一般的に近づくことができるんじゃないかな。でガモはあれもやっぱりこうその転生的な部分でガモ動かしちゃってるんで、どちらかというとそのラリーの車をこう要はその、うん、すっごくやっぱり綺麗に綺麗に速く走らさなくちゃいけない、ちょっとでもパワーかけたらどっかに飛んでいっちゃうみたいな、そういうやっぱりこう動かせ方をものすごく見た目にはちょっと乱暴に見えるかもしれないけど、ものすごく繊細にやっぱりこう動かしてるんじゃないかな。その繊細っていう部分は除いて、うん、ガモはなんか今の画像を見る限り先輩の運転と似てるよね。は？繊細っていうところを除いてる。いや俺の運転はやっぱりこうもうその意味がそのいやだって走りにはだってこれですよ、見てくださいよ。やってますよ、右に左に。どうすか、それはやっぱりこうそのね、俺ねいろいろお前俺のやっぱりこうレース歴知ってる、基本的にフォーミュラー、ね、フォーミュラーでも F3 勝ったことある、でその上の F3000 グループ A の GTR で GT のポルシェフェラーリも何でも乗ってる、でその中にドラッグレースっていうのやってるんだよ、千馬力ぐらいのやつ。先輩薬はまずい、薬はまずい、あのゼロ4、あゼロ4、ゼロ4ね、もちろんドリフトもちょっとかじってる昔アメリカであの走らせたことがあって、うん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 、だからそういうのをこうこの頭の中にそういうのをこうトータルでこうするとバンナになっちゃうんだ、うん、ああいう風に、うんうん、だってそうだろう、お前らかっこいいだろう、やっぱりこう実際その車が動いてるのにタイムが出てる、それ一番いいと思わない、うん、というわけで今回はですね、うん、つくばスーパーバトル、はい、プロドライバーのドライビング、うん、研究、まあ、俺もプロだからね、ということでやってきましたけども、皆さんこれをぜひ参考にしてですね、そうですね、いいタイムを、はい、出して、楽しんでください、はい、今回のつくばスーパーバトルには6台の WRX STI がエントリー、中でも注目は最新モデル D 型 VAB で挑むサンシャイン神戸だ。同じく純正タービンの名古屋ベイは仙台 GVB のスペック C、 つくばと鈴鹿2つのサーキットで勃発したスーパーオートバックスライトチューン同士の連続対決だ。まずはつくば、6台の WRX STI を全て紹介しよう。 HKS GT3 RS タービン仕様でストリートクラスに参戦するのは D ランゲージ山田英二がドライブ、ポテンザ RE05D を履く。
シムスは純正タービン265幅の RE71R でストリートスーパーライトクラス、ラリードライバー鎌田拓磨を起用。ゼロマックス南関東店は青木孝之を擁し、純正タービンでストリートライトクラスにエントリー。アドバン A052 を履く。GT3 RS タービン仕様に加え 2.2 リッター化やワイドボディ化など大幅な進化を遂げたオリジナルランデュース。菊池康史にステアリングを託すも、旋回中にパイピングが抜けるというトラブルで未計測。ではスーパーオートバックスサンシャイン神戸と名古屋ベイの戦いに移ろう。マルチモードドライバーズコントロールセンターデフやブレンボモノブロックキャリパー18インチローターなどを備える D 型を急遽仕上げてきたサンシャイン神戸。純正キャリパーローターのままブーストアップ RE71R 装着でスーパーライトクラスに挑む。ただし 71R は265-35R18 と純正よりワイドだ。CCD はオートのプラスを選んだ谷川達也。リアデフがロック状態のトラブルでアンダーステアに見舞われながらも1分1秒307と圧巻のタイムを出してきた。エンドレスのキャリパーとローターを備えアドバン A052 を履くためストリートライトでの参戦だが、タイヤサイズは純正と同じ 245-40R18 で極めてスーパーライトに近い名古屋ベイの GVB。 ブーストアップで1分2秒切りは目前となっていた。加藤周一チューナーは敵方の神戸にも情報を提供する優しい人物。
神戸にはわずかに及ばなかったが、吉田俊博渾身の走りで1分1秒679と目標を達成。19日後の鈴鹿サーキットランミーティング、吉田さんが多分ね、鈴鹿だったら VAB の方が安定してる感はあるけどな、車のまあもう元々のポテンシャルが安定してる方向に来てるんで、多分楽だろうなって、ちゃんとやっていけば、ある意味だからそのサンシャイン神戸は脅威だよね、あれをちゃんとやってきたら結構いいタイム出てくるだろうなっていう感じは。切っちゃうんですか？切れないです。いや、後々は切るけど、いや、もう全然何もできないです。いや、もう信用だって信用できないです。山本さんの出ないはね、信用できないです。何も出ないです。遅いです遅い、信用乗んないです。分かんないです、全然まだ何も。これ結構こっちの方が安定かな、鈴鹿は合ってるだろうなっていう気がする。まだまだこれからなんですよ。ブレーキとタイヤは両者ともつくばと同じ。朝一の1本目走行枠は絶好のコンディションとなるが、サンシャイン神戸は WRX で初めての鈴鹿、名古屋ベイは1年ぶりの鈴鹿ということで、探りながらの走行を余儀なくされた。しかしハイレベルな戦いとなりそうな幕開け。2分23秒台には届かず、2分24秒052、
しかし相変わらず純正タービンのアドバンテージを感じさせる走りだ。早めのシフトアップにも気づいたかな。とりあえずね、鈴鹿久々だったんで、とりあえずコース上を確認しながら車も確認して、まあちょっとアンダーオーバーだなーっていう感じなんだけど、まあちょっともうちょいセットを今もう少しフロントの接地感を出してもらって、本当はリアがちょっと安定すればもっと安心して踏めていけるかなみたいな、まあコースはなんとなく分かったんで、もう一回次トライして最後になんかニュータイヤがあるって加藤さんが言うからちょっと頑張ってみるかなみたいな感じですね、はい。サンシャイン神戸は2分22秒621といきなり感じ悪い。1本目はですね、まあまあこの車鈴鹿が初めてで、まだセットもね、僕自身もどこでシフトするかないかというのは分かってないんで、まあちょっとまあお試しみたいな感じで走りました。実際走ってみてね、まあ、筑波であったちょっとマイナーなトラブルが解消されてて、すごく乗りやすくてね、タイム的にもなんか良かったみたいなんで、ただまだ満タン状態で走ってますし、まあ、攻めどころはまだまだあるんで、まあ、今のこの仕様でももう少しタイムは出るかなとは思ってるんで、まあ、2回目3回目以降はもうちょっとタイム上げれるように、まあ、ちょっとセットも変えてね、頑張ってみたいと思います。2本目も果敢に攻めるサンシャイン神戸谷川達也。ファーストアタックは 130R から先が混んでいながらも22秒台。そしてクールダウン一周を挟んでもう一回行く。さあ再アタックだ。
スはあったが22秒290とベスト更新。名古屋ベイはリセッティングを施し3本目に向けての確認走行。吉田俊博はこの時点で22秒台に入ることを確信していた。 WRX では新参者のサンシャイン神戸にこれ以上好き勝手はさせない。そして最後の3本目、名古屋ベイは新品の A052 を投入。サイズは245のままだ。一方275、せっかくだからフレッシュがあって、まあ、使えるんだったら使ってみようかなって。だからただ太ければいいものじゃないというのをよく知ってますから、全然ダメダメかもしれないです。まあ、それはそれで仕方がないから適正が265くらいなのかな。した名古屋ベイはコースコンディションが悪くなる前に結果を出した。245幅の限界を引き出す吉田の走りで22秒507だ。3分秒です。出るもんですね。セットは2本目と変わらず新品にした、はい、そうです。ニュー入れたって感じで、ちょっと朝一のセットの方をちょっと僕の方でミスしてしまったので、 で最後にニューを
車高ですか、それともアライメントですか。車高ですね。車高ですか、はい、下げたんですか。ですね、これがですね、はい、逆に下げすぎだったやつをちょっと戻したと、はい、上げてる、はいはい、あ、よかったね、うん、よかったね。そうだよね、なんか雨がね、雨が結構降ってきたんだよね、もうね。なってからのアタック21秒台も期待されたが、今回はここでジエンド。だけど結局その汚いのが浮いてきて路面が悪くなると多分湿度でエンジンが回んないです。言い訳です。はい、タイヤ的に275はどうなの。いや265はなんか面圧がかからなさそう、やっぱり。と外径が大きいから S 字がだんだん遅くなってる。もうギア比がロング、ギア比が合わない。SK8 型シビックタイプ R を青木隆之がチェック。 WRX STI 級の速さを感じさせるニューカマーが現行 FK8 シビックタイプ R だ。ここでは青木隆之による車載映像をお届けしよう。車両は18インチの RE71R に履き替え、制動屋のブレーキパッドを備えるものの、他はノーマルで速度リミッターが当たりまくりの状態。
青木選手によれば加速がものすごく、コーナーでのバランスもいいので速度リミッターさえ移設できれば相当な戦闘力とのこと。今後に期待したいチューニング素材だ。